彼女がサングラスをしているのは直接目を合わせたものを石に変えるゴーゴンという怪物だから。だが彼女ロデューサが今日誰かと目を合わせなかったのは別の理由だ。出たな怪物。さあドラゴン、その幻の角をよこせ。痛えなお前は。いつもいつもお前だって怪物じゃねえか。お前今なら釣りしろよ。この海には幻の魚がいるんだぜ。ここは怪物の森にある怪物たちがのんびり暮らす村モンストン。おい引いてるぞ。それより今の甘い餌もっとくれ。こらチョパーケン、あの幻の財宝に手を出したら許さないわよ。お落ちてんだから早いもの勝ちだぞ。いい度胸、私と勝負したいのあんた。こわ、誰だい愛しのストロナミさんを困らせるタコ野郎は。無事のメスぞ。おおおい、何俺を釣ろうとしてんだよ。幻の魚。魚じゃねえよ、カッパだ。カッパのくせに海に住んでるエロガッパ、観念しろ。てめえこそミノタウロスのくせにホルスタインじゃねえか。黙れ、今日こそてめえの頭の幻の皿いただくぞ。やるもんか、命に関わるんだ。それよりおめえのその金棒、幻な一品らしいじゃねえか。取ってみやがれ。うるさいわよあなたたち。幻幻って、あなたたち全員幻獣じゃない。でもよロデューサー、お前この前幻のイヤリングなくしたって泣いてたから、じゃあみんなでもっと珍しいもんやろうぜって。おいおいバラすな。今日彼女がみんなの目を見ないのは嬉しさと気恥ずかしさと涙を隠すためだった。みんな、ありがとう。ここはのんびり怪物の村モンストン。